今日はお米の風俗に来ましたよ。お米の風俗って何すか？お米の風俗だよ。え、お米のお米脱がしてますって。あ、抜くってこと。名前です、名前です。そう、お米を脱がしに行きます。脱がしに行きます。てか、これわかんないです。あるっすか？まずお米を脱がしに行きます。お米を捨てない。水元だったよ。いや、手動っすね。手動じゃないの。手動っすね。いらっしゃいました。お金を入れるとお米投入口の扉が開きます。まず、はい、お米が入ってるのは全部わかんない。お金だってお米が入ってるの。お米だったら持ったときもあったら何があるか知らない。あ、お金かもしれない。お金かもしれない。持ってくるのってわかんない。あれ、これなんかセーマスしちゃうの？しないってやつ。え、これセーマス？そうなんで？これだからこれをやると白くなる。あの白い米になる。もう食ってうまいじゃないですか。いやえ、だって前これ買ったじゃないですか。いやセーマスしましょう。これにするんですか？何？精米って言われる、こういう、あ、これはメニューが違うんですか？そういらっしゃいませ。あ、すいません、なんかごめんなさい。お米しか、お金しか、お金しか。じゃあ1枚早いなんです。1枚。じゃあこれ、500円、100円、50円、10円なんですよ。1万円しかないです。これいや、5000円とかダメです。お金ないですよ。やらしい。3万5000円しか持ってないです。やらしい。どうしますよ。カード使えますか？いや、カードも使えないですね。カードで支払いします。カードも使えないですね。カード使えないですね。もしよ、本当にじゃあお金ください。はい、わかりました。何キロ？わかんないし、何キロこれ。段取り悪。でも、これ10キロあるんですか？お金を入れると、お米投入口の扉が開きます。10キロぐらいありますよ。10キロじゃない。じゃあこれでいいんじゃないですか？で、お金入れましょう。20何ぐらいないっすね。でも15以上ある気がする。じゃあ300円のやつにしますか？1回200円に。ちょ、じゃあ出しますね、はい、出しますね。いや僕あの小銭持ちなもんで、うん、お金持ってないですね。200円で15キロ。よし、お米返却ボタンですよ。ありますね。全財産。いらっしゃいませ。いや、大丈夫です。お米投入口の扉が開きます。うおー、来たー。あー、これ扉を開けましたら、お米を入れてください。びっくりしてる。バレたか、そんなか。入れればいいです。袋どうするんですか？だから、まだちょっと待ってください。あの、ちゃんとあるんで、やり方あるんで。ここに入れないですか？そう、本当ですか？入れればいいです。こぼれますか？じゃ、入れてください。本当ですか？入れてください。そう。お好みの通話ボタンを押してください。店内中も、これを振るんですか？そういうことです。じゃ、あの、バンザー出てこないんで、はい、あの、仕切りがちゃんとあるんです。法人上発。いや、早い早い。すげえ、めっちゃやば
ょっと一瞬さんも一瞬間見てもらったね。そうですね。そしたら、いい男になりますね。で、ここから出てお待ちください。出ていくんですか。これはちょっとあれですけど、大雑把ですけど。すごい。感動したんだけど。あまりだよ。なんだよ、もう終わりじゃない。なんで。よし。ありがとうございました。せーの。ご利用をお願いいたします。はい。釣り銭があります。お忘れにならないよう、お持ち帰りください。マジっすか、金余ったんかい。は、あります、金なんかないし。ある。100円、あ、200円、15キロだったんですね。これしばらく石さんの餌が餌です。お米投入口の扉が閉まります。閉まります。ご注意ください。あ、いただ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 つって。鈍
し、これ今日の僕たちの餌、思ったらちぎれそうだよ。やめます。よし、じゃあ帰りますか。さよなら。送るとあるよ。